ベルン ,BRN,BRN, フランス語、ベルヌ、,BN, イタリア語、ベルナ、バーナ、ロマンシュ語、ベルナ、BRN、英語、ベルン、ベルヌ、BRN、BRN、バーン、ベアンは、スイス連邦の首都、ベルン州の州都でもある。人口は14万567人で、チューリヒ、ジュネーブ、バーゼルに次ぐ4番目の規模の都市である。 ベルンの語源は、伝承によれば熊であるとされ、熊が死の紋章にもなっている。スイス連邦議会議事堂の所在地であるほか、万国郵便連合などの国際機関も置かれている。ドイツ語圏に属する。ベルン大聖堂1191年、町は、リン元大公のベルトルト五世によって、アーレ川沿いに創設された。伝承では、市名は熊に由来し、 公爵が殺した熊にちなんで名付けられたとされる。ベルドルト5世が、四継ぎのないまま亡くなり、聖ンゲン家が断絶した後の1218年、神聖ローマ皇帝フリードリヒ2世によって、町は帝国自由都市となり、積極的に周辺領域を購入して、都市国家を形成してゆく。1339年、西スイス貴族層の反発を、 ラウペンの戦での勝利で尻け、1353年、初期のスイス連邦に加入し、新しい国家の主導的なメンバーとなった。1415年に、他の小さな領地と共に、アールガウに、1536年に、ボーに侵攻し、それによって、アルプス以北で最も大きな都市国家となった。1798年のフランス革命中は、フランス軍によって占領され、 この時にほとんどの領土を奪われた。1831年、町はベルン州の州都となり、1848年にスイス連邦の首都となった。町はアーレ川によって形成された半島の西の境の方向に成長していった。1191年から1256年までの間、時計塔が市の西境を表していた。 1345年までは、牢獄島が西境の役目を引き継ぎ、その後1622年まで、クリストフ・フェル島がその役目を引き継いだ。30年戦争の間、大シャンツェ、小シ,シャンツェと呼ばれる二つの新しい城壁が、半島地域全体を防御するために建てられた。城壁による防御によって、19世紀に至るまで、市街は順調に成長した。 社会主義者による第一インターナショナル、第二インターナショナルの数多くの会議が特にスイスが中立を保った第一次世界大戦の間に当地で開かれた。アーレ川とベルン国土の中央からやや西寄り、ベルナーアルプスの 20km 北方に位置する。市の周囲は氷記の氷河によって形成された。アーレ川が形作る半島の小高い丘が市の発祥地であるが、 19世紀以降は多くの橋が建設され、地域は川を越えて拡大した。地域は平坦ではなく、かなりの高低差がある。市の面積の20.2%は農業用、地33.5%は森林である。近隣の都市として、約80キロ南西に、ローザンヌ、95キロ北東に、チューリヒ、65キロ北に、バーゼルが位置している。 2015年12月31日時点で、の人口は14万567人。2008年の統計では、人口は12万9265人であったが、このうち21.7%は外国籍である。言語別には、欠片の気候区分では、西岸海洋性気候に属する。時計等はインシュタインが特殊相対性理論家の論文を執筆した。 アインシュタインハウス、時計塔、大聖堂などが有名。また、ヨーロッパ最長と言われるアーケードもある。旧市街地の中心の一角には、市の名称、市の紋章の由来となった熊が飼育されている熊公園があったが、現在は旧市街地の東側の川を挟んだ対岸に移されている。19世紀末に活躍し、世紀末芸術の巨匠と呼ばれる画家。 フェルディナント・ホドラーの出身地である。ベルン州立歌劇場は、新古典主義建築風様式で1903年9月25日に設立され、初演には、リヒャルト・アーグナーのオペラ、タンホイザーが公演された。ホセ・カレーラスや、レナート・ベルゾン、プラシド・ドミンゴや、ジェシー・ノーマンなどが歌っている。芸術家、パウル・クレイが半生を過ごした街で、2005年6月に、 クレイ作品の大規模美術館、セントルム・パウルクレイがオープンした。1983年に、旧市街が、ベルン旧市街の名で、ユネスコの世界遺産として登録されている。ケーブルカースタッドスイス・バンクドルフは、2005年に建て直されたサッカー球技場で、BSC ・ヤング・ボーイズの本拠地であり、サッカースイス代表の主な試合会場でもある。ベルン。 ベルン市は6つの市区からなり、その下に32の統計地区がある。統計地区はさらに以下のような区分がされており、それぞれ異なる区分目的を有している。ベルン市の都市部の中心は、ベルン旧市街で、ほぼ市内区となっている。市内区は1798年のナポレオン・ボナパルトのフランス軍統治以来、色による5地区で区分されている。市内区の北には、 ブライテンレーン地区やロレーヌ地区がある第5区があり、シナイクの東のショッシャルデ地区から南のキルヒエンフェルト地区にかけて第4区がある。アーレ川の上にこれらの地区へ向かって北から時計回りにロレーヌ橋、コーンハウス橋、ニーデック橋、キルヒエンフェルト橋がかかっている。アーレ川の西岸地方ではシナイクの北西にレンクガス施地区のある。 第2区と南西にマッテンホフ地区やバイスセンビュール地区のある第3区がある。ビュンプリッツ地区やベツレヘム地区がある第6区はさらに西にある。最西端には1919 19年にベルン市に編入となったオーバーボッティゲン地区があり、オーバーボッティゲン、ニーダーボッティゲン、ブッフ、リートバッフハ、マッツェンリートなどの集落のほか、いくつもの個別の農場がある。 ABC オクトゥーラスベルン市公式サイト、ベルン条約による、スイス連邦憲法では正式な首都は定められていない。法律上ベルンは連邦都市とされており、これを事実上の首都とみなしている。ベルンの宿と統計地区 AB ベルン市の大地区、AB ベルン市ガイズと大地区マップ、ベルン CH より、第ロームリドランガンデアスタッドベルン、 クラインクアーティアウントジーブロックリーチクアーティースタタスティックダイアンストデアスタットベルンアウフベルン CH。ありがとうございます。